です。MAMBI ハロハロどうもバイユンです。うん、はい、ということで早速今日も撮っていきたいんですけども、はい、今ウルしたらさ、ヒートテック上で超ダサかった、うん、女子のヒートテックってやっぱダサいですから、なかなかダサいよね。うん、上げとくわ。でも最近ヒートテック女子っていうのが流行ってるんですよ。ヒートテック姿でツイッターで写メを載せるのが今流行ってるらしいですよ。本当に、はい、なんかこうピチっていうのがいいみたいな、そういうのばっか検索して見てるんですよ。流れてきたのはヒートテック女子が。本当に、そしたらヒートテック女子いいなみたいななるよ。そんな話はいいんですよ。今回の企画説明しますよ、はい、ということで本日の企画はですね、まあ、前回あの HY さんの366日っていう曲をね、うん、すごい前向きに、まあ、メンヘラに歌い上げたわけですよ、替え歌で、うん、大好きあれ。そう、歌っちゃうもんだって覚えちゃったもんね。なんならあっちの歌詞で覚えつつあるよ。そうそうそうということで、まあ、あの前回のシリーズがまあ大人気だったんで、まあ、今回もちょっとあの恋愛失恋ソング、あ、恋愛ソングか、ドキドキ恋愛純愛ソング、そう、今回は恋しますみたいな歌をちょっとあのメンヘラというか前向きに、うん、いいんじゃないかも。まあまあ歌によるね。今日は何を歌うんですか。そう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 、本日は、はい、あのゆいさんのチェリー。おお、こちら有名な曲じゃないですか。恋しちゃったんだ。そう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 、その曲の歌詞をちょっともっとみんなに身近なものに置き換えたりとか、そういうことであの歌詞編していきたいと思います。身近なものね、楽しみ。ってことで早速やっていこう。はい、ということで、本日もゆんちゃんに歌詞を読んでもらって、はい、僕がちょっとこう変えたいなと思ったら、じゃあ今回こちらでいきましょう。コアラのマーチボタンあるんで、あー、これゆんが食べてたやつ。これを押したら、歌ストップということでやってみましょう。どうしてだよボタンなんで、これがどうしてだよ。あれ、藤原竜也に録音してもらってるんで、あの声は。はい、これね、はい、ここでめちゃくちゃ練習してたの見てましたけど。はい、ということでゆんちゃん、A メロからお願いします。はい、いきます。はい、手のひらで震えた、それが小さな勇気になっていたんだ。あー、なるほどね、いい歌詞ですね。この手のひらで震えたっていうのは、うん、これ多分携帯のことを示してるんですよ。そうだね、うん、で、この歌詞を読むと、うん、相手から連絡来るのを待ってて、うん、あー、なるほどね。そう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 、で、自信もない、自信ないけど、うん、来たのがその勇気につながるよっていう、そういうちょっとネガティブな歌詞なんですよ。こじつけ感がすごいけど、ちょっとネガティブな歌詞なの。だから、待つんじゃなくて送んなきゃいけないわけよ、こっちから相手方に。なるほどね。そうそうそう、ってなってくると、自分で幸せをつかみに行く、そうそう、つかみに行くってなってくると、明日は休みだし、うん、男どもの LINE に一斉送信みたいな。これが、まあ、この物語の始まりです。大丈夫これ。こっから広がってくんで、不安になってきましたよ、この歌。そうそうそう、これ A メロですね。 OK、はい、じゃあ次の歌詞お願いします。次、はい、絵文字は苦手だった、だけど君からだったらワクワクしちゃう。あー、なるほどね、かわいい。はい、これもあの読むと分かるんですけど、これ絵文字が苦手な女子ってやっぱ結構いるんですよ、うん、確かに。そうそう、で、絵文字使わない女の子ってどういう女の子かっていうと、うん、ちょっとやっぱりあの教室で絵を描いてるようなね、うん、かサバサバ系、このどっちかしかいないんですよ。恋愛に慣れてない男友達とも連絡しないみたいな、うん、キャピキャピした LINE が苦手なわけですよ、うん、これもちょっとネガティブだから、うん、もっとなんかこうパリピというか、うん、もっとハートとかいっぱい使っていきたいわけですよ、うん、絵文字をってなってくると、絵文字はハートばっか、うん、男はちょろいすぐにムラムラしいちゃうみたいな。もう、そうそう、男ってあのハートで、ハートの絵文字送られると、好きになっちゃうのよ。そうなの。そうそう、だからこれ攻めの姿勢なわけよ、強気な女性でポジティブにやっていきたいなって。じゃあ次の歌詞、はい、返事はすぐにしちゃダメだって。あ、待って、やべ、俺これずっと押してなかった。これ押さないと、これ押さないとね、皆さんどうしてだよが聞きたくてこの動画開いてるから。そうなの、そうそう、これそれ目的、違う、これを聞きに来てるから、俺の声を。じゃあ次の歌詞お願いします。はい、返事はすぐにしちゃダメだって、誰かに聞いたことあるけど駆け引きなんてできないの。おお、これもやっぱりその、はい、ウブな女の子なんですよ、うんうんうん、ウブな女の子を歌詞で表現するのも非常にいいことなんですけども、うん、やっぱりその大衆が聴く歌ですから、うん、こうみんなのお手本になんなきゃいけないわけよ、うん、こうしない、こうするんだよって、まあ、さっきあの男性諸君に一斉に LINE 送ったじゃないですか、うん、ってことはあの送り返す順番をまず決めなきゃいけないわけですよ。ってなってくると、まずはお金持ちから返事しますよね。早い順じゃないの。いや違います、お金持ちから返事します。これはなぜかというと、
昔男性の強さっていうのは、うん、まあ、その狩りとかどれだけ大きい獲物を家に持って帰れるかだったんですよ。ほう。そう、それが現代社会だとお金、より安定したお金を入れることによって女性は安心して子供を育てられる。だから現代の強さっていうのはそのどれだけお金を稼いでるかってことなわけですよ。ユンちゃんも好きでしょ、だってお金いっぱい持ってる人。じゃあお金いっぱい持ってない人といっぱい持ってる人どっちが好きなんだって。で持ってる人ってなってくるでしょ。だからってなってくると返事は金持ちからするのだって、お酒をごって欲しいもんにしましょう。こうしましょう。でもやっぱ、うん、財布は出しておかないと嫌な女に見られちゃうから。あー、女としてはなるほどね、出しておきたいけど、はいはい、払いたくない。財布は出すけど払いたくないってことね。まあそうだね。ってなってくると、うん、財布は出すけど払わないわ。出しただけ。出しただけ。ああああああ、しましょう。めっちゃいいじゃん。めっちゃ面白いじゃん。これはあの合コンテクニックの一つであるんで、やっぱりその財布出さないっていうのはイメージがすごい悪いんですよ。財布出すけど払わないわって。出したふりなんだ。そう、出したふり。これでいよいよサビですか。サビだね。はい、じゃあこれサビ、はい、いきましょう。サビ、サビいきますよ、はい、恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜、願い込めてチェリー、指先で送る君へのメッセージ。これもちょっと恋しちゃったんだ多分っていうぐらいですから、うん、その確信してないんですよ。まあそうだね、まだ分かんないのかもしれない。そうそうそう、恋がそう、ちょっといいなとかそれぐらいのレベルなんですよ多分って。気づいてないですから自分がそもそも、うん、ってなってくるとこれもう飲みすぎちゃってるわけですよ。飲みすぎちゃってる。そうそう、飲みすぎちゃってるからもう顔も覚えてないみたいな感じにしちゃうわけですよ。だからこれちょっと上の女性に立ちたいんで飲みすぎちゃった君の顔も覚えてないにしましょう。最低じゃん、ただの。大丈夫この女の子。いや大丈夫、大丈夫。私不安だよ、心配だよこの子。いやこれぐらいがいいんですよ。でこれじゃあ何飲んで君の顔も覚えてないのってなった時は、うん、このやっぱ一番強いお酒テキーラですから、お酒飲む時はテキーラしょっちゅうにしましょう。チェリーが焼酎、そう、だからタイトル自然に焼酎になる。焼酎になっちゃうね。確かに。そうそうそう。で最後が指先で送る君へのメッセージ、これ打ってるんですね。今までこの今歌詞作ってきたじゃないですか、うん、この歌詞の女の子が一番嫌ってるタイプの女の子って、うん、多分ほろ酔いとか飲んでる女なんですよ。ほろ酔い飲んで、あ酔っちゃったとか言ってるやつがこの子は一番嫌いなんですよ。カシオレとかカラーミルとかね。そうそうそう、はい、だからほろ酔い飲んでる女はビッチセソビッチだぞって。そうそう、ほろ酔い飲んで酔ったふりしてるやつの方がよっぽどビッチだと。はい、ということでこれで完成です。はい、完成です。これでちょっとワンコーラス完成したんで、僕らが実際に歌ってちょっと一つの物語にしていこうと思います。ちょっと私これ歌いたくないな。ということでゆうちゃん、いつもの曲振りお願いします。それでは聴いてください。ゆいフューチャリングバイユンでチェリーアットショチュー、どうぞ。明日は休みだし、男どもの LINE に一斉送信。うるさい。絵文字はハートばっか、男はちょろいすぐにムラムラしちゃう。返事は金持ちからするの、だってお酒おごってほしいの。財布は出すけど払わないわ、出しただけ。ああああ飲みすぎちゃった、君の顔も覚えてない。お酒飲むときはテキーラ焼酎、ほろ酔い飲んでる女ピッチ。特にホワイトサワーを飲んでるやつは許さねえ。色黒だから気づかなかった。今日ちょっと重長だなと思ったんだけど。あっちゃいも、これ何回撮ったと思います皆さん。これ被ってね、バンビ君
じゃあ皆さんこれサブちゃんで失敗集出すかもしれない。それも楽しみです。本当に朝帰ったからジム来たかと思っちゃったということで、この動画を見てる間だけでもなんかちょっと失恋のこととか忘れて楽しい気持ちになれたなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ゆっちゃんナイスバイトって思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。恋ちゃん乙女ってことでまた会いましょう。またな。恋せよ乙女2回目。もうほんとコードワードでデディーズで2時間説教だから早く来な歌詞覚えるの苦手なんだよ。